セウンスカイすでにすんなりとゲートに収まっています。牝馬2冠のファレノプシス収まります。さあ最後はサイレントハンター、この馬がレースの展開の鍵を握ります。さあ第35回札幌記念限りなく G1 に近いグレード2、今スタートを切りました。さあ先行争い、注目の先行争いですが何が行くんでしょうか。ダイワカーリアンか、外からやはりサイレントハンターが行くのか。セウンスカイは後ろに下げました。中段からやや後ろといったところ、後方から4投目の位置にセウンスカイです。大歓声の中、正面スタンド前を通過していきました。先頭に立ちましたのは4番ダイワカーリアンです。岡部幸男が先手を奪いました。そして2番手に黄色い帽子、レオ流鵬、勝浦正樹です。その後ろ3番手の位置に内1番の町金福来たるであります。2コーナーカーブ、ダイワカーリアンが先頭を取っています。2馬身から3馬身のリード、レオ流鵬2番手、あとは3番手には1番の町金福来たる、その後ろに10番のサイレントハンター、4番手の追走です。内から6番のダイワテキサス、その外に7番のミッドナイトベッド川地博士、その後ろゼッケン3番、昨年の2冠馬セウンスカイはこの位置、後方から4投目の位置です。フランス帰りの横山則弘です。その後方ですが9番のエリモエクセルオークス馬、外から2番のつくばシンフォニーであります。そして8番のファレノプシス、牝馬2冠馬は最後方からの競馬、武豊、札幌記念4連勝がかかります。さあ第3コーナーのカーブを迎えています。先頭はダイワカーリアン、体半分のリード、依然として5番のレオ流鵬2番手、あとは3番手の位置にサイレントハンター、外から赤い帽子が動いてまいりました。セウンスカイ4番手から3番手、徐々に先頭に接近してきました。あとはその後ろ9番のエリモエクセル、エリモエクセルであります。外を回った2番のつくばシンフォニー、さあファレノプシスは後方から2投目の位置に上がってまいりました。最後方ミッドナイトベッド、大歓声の中、4コーナーカーブから最後の直線、ダイワテキサスが真ん中からセウンスカイだ、セウンスカイが先頭に立った、外からファレノプシス、外からファレノプシスがやってくる、しかしセウンスカイか、さあボバの2冠か、牝馬の2冠か、セウンスカイかファレノプシスか、一騎打ちだ、セウンスカイかセウンスカイかファレノプシスか、セウンスカイ、やっぱり強かったセウンスカイ、横綱相撲主役の座は譲れません。セウンスカイ快勝です。そして2着にファレノプシス。どうもおめでとうございました。ありがとうございます。レースを振り返っていただきたいんですが、今日は後方から4番手の競馬でしたが。そうですね、まあ久しぶりだし、まあ、59もセット背負ってますからね、まあ、あんまり無理かけたくなかったんで、まあ、馬の行くままゲートを出た感じで行きましたけど。そうですか。道中の手応えというのはいかがでした。ええ、まあ、あの位置でも気負うことなく、逆にふわふわするぐらいで、うん、いい感じで走れたと思いますよ。直線では外からファレノプシスが来ましたが、あの時の、お気持ちというのは。そうですね、ちょっとね物見しながら走ったんでね、また来たら、まあ、抜かせられないって大体でしたけど、まあ一応筋量差ねありますので、まあ、手は抜けなかったですけど。今日はですね、あのセウンスカイの新しい一面といいますか、またね強い一面を見せてくれたと思いますが、秋に向けて一言お願いします。そうですね、本当にいいステップを、ね、踏めたと思うんで、まあ秋、春はねちょっと残念な結果になりましたけど、秋は、まあ、春の借りも返したいと思ってます。